皆さんこんにちは、かずきです。今日はですね、先日翔平くんにチャンネル乗っ取られたと言わんばかりの1月私動けませんっていう動画を出したばっかなんですが、ちょっと今夜中の寝る直前のかずきなんですけども、とんでもない映像を手に入れてしまったので、ちょっと動画撮ろうと思って今オープニング撮ってるんですけど、いやー、これはすごいよ。ちょっとね、見ていただきたい映像があるんで、この動画の最後にそちらを見ていただいてね、終われたらなと思うんですけど、遡ること1、2ヶ月前に私振り付けしまして、でもうそれがテレビに流れてるんですけど、人材派遣のグロップっていう今田美桜さんが主演してらっしゃる CM の振り付けをさせてもらったんですよ。そちらの撮影現場で、こう結構いつもいろんな現場でお世話になってるスタッフさんとか監督さんのチームだったんですけど、撮影終わった後に、そのセットで今田さんが踊り終わるじゃないですか。で、お疲れ様でしたってなった後に監督から、かずきちょっとセットで一回踊ってみなよって言われて、そのまんま、その CM を再現するような本場のカメラに、本場のセットに、本場のエキストラのキャストだったり、僕の周りのダンサーだったり、っていうのをもうそのまんま、音楽もそのまんま、流れも全部そのまんま、俺なんかちょっと打ち上げみたいなテンションでやったんですね。で、本当に撮ってくれてて、やったやつが、つい先日、送られてきまして、見た時の、映像のクオリティ、あ、これ半端ねえ。半端ねえなって思ったんですけど、唯一違うのはやっぱ、今田美桜さんじゃなくて、俺になってるんですね。そう。これが、CM と見比べてみてもらえばわかると思うんですけど、その出てる人がどんだけ大事かっていうのを俺、まじまじと感じて、今田美桜さんってもう若くて可愛くて、もうキャピって感じじゃないですか。で、かたやこっちはね、もう人生すり減りまくった経験値豊富すぎるダンサーのおじさんなんですけど、その人が主演を張った瞬間に、あ、同じような動きしてもこんなに変わるんだって、衝撃を受けたわけですよ。悪い意味で。はい。なんでそれをぜひね、皆さんに見てほしいなと思うんですが、ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいからね、こう、ポンって出そうと思えば出せるんだけど、こうやって前置きの動画を撮ってるわけなんですけど、まあそういう一面もね、かずきの種で見せていこうかなと。ただ映像のクオリティはもうもちろんプロの方の制作のもとやったのでバッチリなんですけど、振り付け俺やったんですけど、振り付けは2割ぐらいしか踊ってないです。なんかね、見てもらえばわかるんですけど、こう、動線がいろいろあって、それは本人と同じ、今田さんと同じ動きをやってるんですけど、もうほぼフリースタイルで段取りだけこう踏まえていって、で、最後に決めるっていう流れは一緒なので、見ましょうか。これね、実際現場で撮影終わった直後だったんで、そのグロップの会社のお偉いさんだったりとか、もちろん出演者のみんな、撮影スタッフの皆さん、協力してくださって、で、今田美桜さんも見てらっしゃったんですよ。で、急に踊れって言われて、もう場当たりも何もなく、もうパパパって、曲かかってやったんですけど、まあ、そんな感じで撮りましたよっていうのも踏まえて見てもらえると。で、ぜひ、ね、これを機に CM もたくさん見ていただいて、YouTube で。グロップ調べてもらって、人材派遣の会社なんでね、なんか困った時はすごい頼りになると思うんで、ぜひその辺も注目してみてくださいね。それでは行きましょうか。行きます？行きますよ。どうぞ。